ただいまの時刻はですね12時前でございます。そろそろお腹が空いてきたんでランチにしたいと思います。今日のランチはこちら、ランチセットグミということで、ピザ、ポテト、ホットドッグ、コカ・コーラ、そしてハンバーガー、こちらのセットランチグミをね、今日はマックよりも安いからね、これで300円だからね、ハッピーセットより安いからね、ピザついてっから、しかもいただこうかな。オープン。ポテトからいただきましょう。これ取れなくね、長くね、袋これどうやって取んだよ。ほらこのケース出したやんにさ、うわ怖い怖い、落としちゃうよ、もうちっちゃいっすねポテト、硬いな。歯ごたえマックス。これ何味だ、わかんねえ。なんかよくわかんない。グミピザーということで、チキンピザ。なんか俺昔見たよりやつもなんか緑が少ねくね、これ少ねくね、だって少なくね、なんか緑もっとあった気がするんだけど、ピーマン的なやつだから、これ開けずれってアメリカもっと考えてやれっつんだよ。ほんとアメリカ、ほんとあれ作る人もうちょっと考えて。すんげえリアル、生地とかめっちゃリアル、その手で触った感じとかもなんか本物っぽいもん。なんかいただきます。あー思い出した、この味思い出すわ。あんま美味しくねえ。あー美味しくねえ。ここでコーラ、ここでコーラ、いただこう。コーラ、おお、臭い。臭いコーラ。後味がガムみたい。ホットドッグ、ホットドッグね、まずねこれ形がねいびつ、ほらパンじゃないもんこれ、ほらしかもこれ何これすげえなこれ。まあいただきましょう、まあいただきましょう、いただきましょう。かちゃ、あんまね息したくない、これを食べてる最中。ハンバーガー、ハンバーガー、あーまずグミってこんなまずかったっけ。めっちゃね雑にね挟まれてる、これこっちに寄ってる、これ多分ね下手くそだね、サンドする人。いただきます。うん、まずい、まずい、まずいっす。ここお送りしてきましたけど、グミランチでした。バイバイ。